ムスタファ・サリフは、トーゴロメ出身の同国代表サッカー選手。デュルクス・ポル・アウクスブルク1 9 7二所属。ポジションはミッドフィールダー。東ゴ出身ではあるが、プロサッカー選手としてのキャリアはドイツから始まる。2002年に、東ゴのサッカー選手育成期間から、SC ロートバイス・オーバーハウゼンへと入団を果たし、司令塔としてプレーする。二千五から二千六シーズンには、 フランスリーグ2に所属していたスタッドブレスト29へと引き抜かれるもチームの戦術に馴染めずわずか7試合の出場と物足りない結果となる。結果的にフランスリーグ挑戦は1シーズンで幕を閉じスイスチャレンジリーグへと席を移すこととなる。スイスでは得点こそ少ないものの司令塔としてチームの核となり活躍を見せ、これが プレミアリーグのアストンビラ FC の関係者の目に留まる。2007年8月に練習生として、チームのトレーニングに参加、マーティン・オニール監督のお墨付きを得た上で2007年8月31日、移籍期間ギリギリでのアストンビラとの契約にこぎつける。しかしながら、イギリスの労働ビザ取得に、遅れが生じ、しばらくは古巣である FC ビル1900での練習を余儀なくされた。 そして、ビザの問題も解決され10月18日にチームへの合流を果たすと、いきなりリザーブリーグのチェルシー FC 戦に出場して2ゴールを挙げる活躍を見せる。これをきっかけにトップチームへの加入を果たしたのである。東後代表選手としては、まだプロデビューを果たしていなかった2000年に初招集を受けた。チームの司令塔として君臨し、 絶対的な存在として 2006FIFA ワールドカップに出場した。競合国のスイスやフランス、韓国と同じグループで最下位という結果であったが、初出場のチームを牽引した。ありがとうございます。